はい、ちょっと行ってみましょうかね。この上には古墳があるんですけどね、ほんまに山の上ですね、古墳ね。なんか看板ないかね、間違いないか。ここにね、この道がここにあるんです。滑りそうやね、これ。これやば、ほら、西方大塚山古墳、もう間違いないですわ。あ、ここ上がれるね、ここ上がるでしょう、間違いないですね。全長が30m、ここから230m 上がっていくね。ちょっと上がっていってみましょうかね。五条にはあんまり大きい古墳ないんでね、大変なんですよ。230m 上がりましょうって書いてあるんですけどね。で、約古墳級が 30m だからね、そんな大きくないんですけどね。横をね、すぐ横を吉野川が流れてるんですけど、見えないかな、見えないな。全然人の歩いた気配がないですわ、こっからね。え、こっち190m、 嘘やろこれ。こっちは行かれんのかね。ちょっとね、あまりにも向こうの道がね、極端すぎるんで、こっち左から行ってきましたけど、いや、こっちも行かれないんだわ。もう行かれないか、やっぱり道間違えたかね。 190m。 まあちょっと上で、ね、水滴り落ちてますけどね。あらあら、どうなんですかね、行けますかね。あらあら、こんなところにほら。はい、失礼いたします。お湯さん、待ちバスってあります。あ、墓地になってね、こっちね。あらあら、行けまへんか。ずっと墓地になってます。え、墓地には石油を立てないでください。いけないみたいだね、これ。上がってきたもんな。どこかこの辺から行かれないの。どこ行けないかね、これ。失礼します。あれ、あそこに道あるね。行かれないね。ほら、失礼します。墓地でございますね。いっぱいね。はいはい、失礼します。それね、そこね、ここ行こうか。ほらほらほら。あ、出た。これがそこだ。この道が、ここや。昔出ました。やっぱりこれ間違ってました。これは。これからあと 120m。 うわ、ものすごいね、これは。こんな上に墓地あんのかね。もういや、すごいね、これは。倒れまくってます、竹が。竹や杉が。誰もね、歩いた形跡がないんですけどね。どっち？右に行け。右に 100m。 ほらど。右に 100m。 滝山でございます。ああ、上から、水がね、ほとほと落ちてきました。100m。
あと5、60メーターか。もう一息ですか。はいはい、もう一息だそうです。いや、これわからんね。もう一息、もう一息の割には何にもないんだけど、人が歩いた跡がほとんどないんでね。まあ登るいいけど、下りは大変やね、これ。はいはい、はい、もう一息。あらら、これか。ここみたいですね。こんなところで墓地を作ろうかね。こんな山の上に。ここですか。ここですか。何にもないんだけど。ここです。あ、これやね。ここ墓地でございますね。なんか看板がないんですかね。お、看板あった。あ、これね、はい、ありがとうございます。なるほど、ここね、これが大助山古墳でございます。全長30メートル、そこそこ大きいんですけどね。これは残ってますけど、ね、こんなんです。こんなとこには普通作らんね。こんなとこには、こっちはね、あまりにも山の上すぎて。はいはい、ありがとうございます。失礼いたしました。ね、大塚山古墳でございます。回れませんわ。いや、これ下りは大変やぞ、これ。ちょっとね、下がね、もう倒木だらけでね、こんな塩梅でございます。で、これを、あ、ここに書いてあったこれ。五条南和田町437、ここ五条なんだよ、ここ。ほら、倒木だらけですよ。またまた木が倒れてるしね。はい、はい、下りましょう。とりあえずね、一回見とけばどうなんかわかるんでね。あの、上見てみるとね、こんな山の上っていうのは分からんですね。あの上の、ね、古墳のあの入り口のとこだけ取ってあるんでね、全然分からんでね、こんな山の上とはね、相当上がってきましたね、これは。これ、登りはまだいいけど、下りがね、怖い。おお、滑る滑る。はいはいはい。ゆっくりゆっくり、はい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 、おお、こっちだって右やったかね、右ね。あとこの辺から竹林やね、大きな竹がいっぱいですわ。杉と竹とね、しか竹が勝ってますよ、これは。もう杉分けてますわ。ああ杉がいっぱい、もう枝が落ちてしまってね、竹に飲み込まれてますね、これは。こんなんですよ、竹。わかりますかね、竹。ものすごい竹で。妄想中ですよ、これ。ね、こんなんです。で、下は倒木やし、これ、竹は横たわっとるし。ほら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 。え、どっちや、え、こっちか。こっちやね。え、こっちこっち。おお。あら、どうしよう、これ。これ行かれへんの、こっちへ行こう。こっちから行きましょうかね。お、こーら、大変でございます。よしよし。はい。下り坂でね、
倒木だらけでね、大変でございますけどね。おお、ここね、120メートルね。ここまだ下、こっちね。どっち？まっすぐか。まっすぐやな。すごいことになってますからね。ここ来るのやめた方がいいです。危ないですわこれ、ね、来る今やったらいいけどね、これまた夏になったら大変なことになりますよこれ、ね、木々が草木がね、もうこれこんなんですよ、これバタバタ倒れてますよこれ。これね、分かりますかね、こんなに倒れるかね、木が倒木だらけですよこれ。これ急斜面ですからこれ大変。いやいや、これ通れるか、そこ木が、これ木か、竹が倒れてます、そこね。これちょっとおいしょ、あいつは行って出て渡りましたけどね、これはい、いやこれもよいしょ、ここ竹や、おお竹この部屋もいっぱい倒木だらけで、おお、おお、石が落ちとるぞ、怖っ、石がコロンコロン落ちていってますよ。これなんだ、これなんかあったのかもしれんな、これね、あの墓地の跡がね。ああ、ここはまっすぐ先上がったから墓地に行ってますね。はいはい、いやー大変なとこでした。これ間違いなくなかったけどよ、190メートルのもっとあるんちゃうか、これこれ、こっちから行けるかね、こっち行こうか、危ないな、はい、こんなんですよ、大塚山古墳でございました。人が歩いた跡ありませんね、そこのまでちょっと、そこのちょっとの距離はあるけどね、あとはね全く人が歩いてませんのでね、登山靴を履いて来てください、来るんやったらね、危ないですわ、倒木だらけ。こうやったな、ここ間違いないわ、ここ岩になってるな、これね、岩になってますね、よっしゃ、これ降りられへんな、こっちから行こうか、えいえい、なんか書いてあるんだけどね、なんて書いてあるの、分からん、分かりませんでしたね、はい、大変でございました。